京都の語り部、世界を旅する YouTuber、キッシーエンタメワールド。日本版エンタメ技術向上祈願日発作の翌日、京都室町八代二さんの着流しで菊之井さんに参りました。菊之井さんの後は高台寺へ抜ける道でお散歩です。ここは人力車も走り人気の撮影スポット。岸です。祇園祭りの矛を模した名建築、各城からの絶景と書いてございます。第四院祇園閣という特別公開、今年は9月の30日までやっているというですね、そういうものなんです。あれ見てください、祇園祭りの山鉾、そっくりでございますよ。こんな風にですね、こういった昭和の時代のインテリアが時代を感じさせます。ここですね、小ざさり一角、これを祇園新橋伝統的建造物群保存地区と訪問します。よくこの辺りでは、春か秋になりますと結婚式の前撮り写真とかですね、動画とか撮りにたくさんの方を見になる。そして外国人の方も、特に桜の時期はですね、皆さん訪れられます。ここに垂れておりますけど、とにかくにこれが石組みでございます。とにかくに祇園は恋しい、寝る時も枕の下を水の流る。吉井さん先生、この辺りのお茶屋風情をですね、歌に詠まれているようでございます。はい、この石畳も素晴らしくてですね、なかなかいいものでございます。暑い時の夏の和服もですね、なかなか捨てたものがございません。はい、いいものでございます。はい、白川の清流でございます。いつも夜に撮ってご紹介をする場合が多いので、このなかなか綺麗なところをご覧いただくわけにはいかないわけでございますけど、今日は、こっち